世界中の弾けた映画をフルラインナップ、アルティメットムービーフェスタ2016開催決定。韓国 VS 北朝鮮、制限時間は24時間、帰れなければ全員死ぬ。イ・ジアがエリート将校役に挑戦、本格的な銃撃シーンを披露するアクションスリラー、最終兵器ムスダン、ヒットマン対元軍人、少女を守るための銃弾はあと一発。ミストのトーマス・ジェーン、マトリックスのローレンス・フィッシュバーン共演、絶対絶命、興奮度マックスのエクストリームシチュエーションバトル、スタンドオフ。敵陣の真っ只中で孤立した3人の男たち、拮抗した緊張と殺意が漂う。実力派俳優パク・ヒスン、太陽の末裔のチング主演、戦闘と極寒の中、兵士たちの研ぎ澄まされた心理戦が繰り広げられる。決闘。2047年ネオパリ、テロリストとの戦いの場は現実世界から仮想世界へ。圧倒的ビジュアルショックで見る者を挑発する、衝撃の近未来 SF サイバーアクション、バーチャルレボリューション。最新 VFX を駆使して描く誰も知らないもう一つの西遊記。永遠の人気作をベースにチェン・ボーリンを主演に迎えた超絶アクションアドベンチャー、ストームブレイカーズローマ大戦。世界の究極映画を一気見、これぞ史上の祭典。5作品全て見ると特製ポストカードセットがもらえるコンプリートスタンプラリーを実施。厳選のオリジナルセレクションで心沸き踊る14日間、映画を見倒せ。